三つ目、身振り手振りを交えても全く構いません。例えば、ここに A があるとします。ここに B があるとします。このような身振り手振りは、より明示的に説明できますので、全く問題なくこのようにやってください。